じゃあ今回は、はい、久しぶりに、はい、ハゼを釣りに来ました。ハゼじゃなかったっけ、あれトラギスくん、あれキスか、投げ釣りですね、投げ釣りですか、うんうん、ちょい投げ釣りですね、はい、メインはトラギスを狙うんですが、はい、釣れてくれたら何でもいいと、うんうん、あ、なるほど、はい、早速やりますかね、はい、もう前やったこの投げ釣りの、はい、まあ、キスなんかと同じような仕掛けです、うん、はい、これに砂虫くん、まあ、ゴカイみたいなやつをつけて投げるという簡単な釣りですけど、了解です。これがですね、よく仕掛けがなくなっちゃったりもするので、根掛かりに気をつけて、了解です。美味しい食材をゲットしましょう。了解です。はい、世界を救うのでしょうか、そんなことより見てみませんか、釣りよかでしょう。これ手紙貼ります？いや大丈夫大丈夫、コンビニで買うた。あるんかい。しかも分厚め。ね、あの虫触れないって人でもね、こういうのしたら皆さん簡単にできますので。今の目映ったから。こんなんでビビったらいかん。ほらもう餌もなんでチカーと同じ引っかかったもん。大丈夫って、これで前もこれで釣ったもん。投げます。はい、一番下まで落として、はい、ちょっと糸を張って、はい、そうですね、ちょっと動いたですね、今引っかかる感じじゃないですか。はい、ないですね。あ、じゃあ大丈夫です。で、あとは待つと。はい、昼寝しててもいい感じです。当たりないですか。あ、当たった。お、ほら、お、当たってる、当たってる。じゃあ合わせます。はい、おいしょ、うん、お、ついてる。オッケー、ナイス。ついてるついてる。で、早めに巻き上げてこないと向こうまでテトラ入ってるんでですね。はい、おっと、来た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 、引っかからないように。おいしょ、おいしょ。ナイス、ナイス、本命。あ、本命。ナイス、そうです。こいつ欲張り、ほんと2つとも食べてる。ナイス、あざます。トラギスくん、トラギス、あのハートの目だもんね。俺も来たと思うよ。あ、こちゃんも。こちゃんよ。こちゃん。俺も来たと思うよ、これ。あ、ついてるついてる。ついてるついてるついてる。そこ。あ、しゃぬこいた。いいこと。お、でかいそっちの方が。トラギスくん、こんな見た目ですけど、うん、美味しいやつです。美味しい。いいですか。じゃあ小田さん、はい、やってやってください。いきますよ。この釣り、この場所が僕が小玉さんと初めて出会った場所です。やらなければよかったって。ほら、あの時僕と児玉さんはほとんど会話をせず、めっちゃ人見知りやったもんね。そこは言わないの。でも、あの児玉さんがカニ捕まえに行ったのにもう興味がも出て、一緒にカニを探したらこいつ同じ匂いがするなと俺は思いましたよ。やめといてそれ。俺のがいい匂い。バカだね。徳ちゃん、出会わなければよかった。噛んでねえぞ。なんかいろんな、おっ、めっちゃ持ってたよ。おぉ、来た？いや、これ多分違うもん。おちょっとマダイもいますからね。おいしょい。おっと、焦っとりますよ。キスにトラギス。あ、これキスなんだよ。あ、キスだった。でもちょっとすいません、いい加減にしてくれんですか。いやいや、見た。でも竿の入り方、バババババって持ってかれたんだよ。見たって言われてももうちょっといい加減に。おい、なんか結構いいやつの。今のは本当に焦りで。いや、焦ったよ焦ったよ。全然引かなかったけど。いや、でもナイスです。ナイスです。おめでとうございます。順調。これであの派手な BGM がもらえた。順調。でもポーンってなって、いや、もう最初からもうポンポン、バーバーボン、もうデケデケデーがなるね。なんかトラギスになってくる。お、ほんと
今度はじゃない、初ヒット1投目でそこテロップで出よるかもしれないですね。ピンポン、児玉さん2投目ですちょっと小さーナイスこれちょっとリリースサイズですねトラギス君、児玉さんおめでとうございます。ありがとうございます。今のとこ本命のトラギス君ばっかり来てますね。うん、そうですね。こうなってくるとなんかちょっと違う魚も見たくなるのがなんか不思議ですよね、うん、キスもいたら最高ですね、うん、ダブルヒッツイエーイ。いいサイズだぜ。なんだ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 。あ、もう出たか。これはでかいぞ、マジで。おお、マジか。これなんだこれ。すげえ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 。見られたらすげえ。頑張って頑張って。おお出てきた。バレたっけ今。よし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 、やったやった、ファイトファイト。うわー、トラギスだけでやってる。やっぱバレたっすね、さっきの。あー、バレたんだ。あー、この下についとったんでしょうね、なんか。あー、フックが伸びてます。うわー、マジか。まあ見せても普通の角度がどれぐらいかわからなかったろうけど、こんな。いやー、頑張ろう頑張ろう、頑張りましょう。はい、餌取られた、イエイ。そうです、よし。おい、休憩、休憩す。児玉さん、はい、この休憩中とかちょっと空いた時間にですね、はい、いいアプリがあるんですけど、うーん、楽天スーパーポイントスクリーンって知ってます？知りません。この広告を見るだけでポイントが簡単に溜まっていくっていうものなんですけど、はい、もうこんな風にしてスクロールして、はい、このポイントが溜まるっていうところがあるじゃないですか、はい、これをこう押すとポイントを獲得しましたってなったんで、うん、これでもう1ポイントゲッツ。あ、もう終わりですか。で、また隣にポイントが貯まるってあるのを押して、はい、はいはい、これで1ポイントゲッツ。こんな感じでどんどんポイントが貯まっていくんです。簡単ですね。簡単なんですよ、はい、いいでしょう、これ。いいですね。そしてアプリを使うと漏れなく100ポイントがもらえる新規利用キャンペーンというものが開催中でございます。おお、キャンペーンページからエントリー、アプリをダウンロード&いつか間ポイントを獲得した方へ漏れなく100ポイントをプレゼント。おお、いいですね。いいですね、うん、まあ、こんな簡単なアプリでございます。簡単です、簡単で。この楽天スーパーポイントは、はい、この楽天市場でお買い物したり、はい、そのポイントが使える街のお店、マクドナルドとかミスタードーナツとかでも使えるんですよね、うんうん。ガソリンスタンドでもそのポイントが使える、うん、使えると、はい、その今インスタグラムとかでそのポイントをこうコツコツ貯めていくポイ活っていうのが流行ってて、はい、トレンドを受けてスーパーポイントスクリーンっていうのが今年200万ダウンロードという。おー、すごいですね。見るだけでっていうのは寝る前にこうただ見るだけなんですかね。見るだけです、だから本当移動中とかにこう携帯開いて、はい、ピッて見るだけ。なるほど、それでポイントが溜まっていくと。めっちゃ簡単ですね。見て情報も得て、なおかつポイントも溜まっていくっていうことですよね、はい、そうそうそう、うん、ちょっと小休憩しましたけど、はい、はい、まあ、もうすぐ潮止まりといって釣りが、うん、ちょっと厳しい時間になるので入りますかね。そうですね、はい、帰りにこのポイントを使って、はい、ちょっとガソリン入れて、はい、帰りましょう、はい、はい、じゃあ帰りますかね。帰りまーす。はーい、それでは一部ポイントを使って給油していきたいと思います。はい、入れてきました。今度コンビニで食材に足りないものを買っていきたいと思います。はい、帰ってまいりました。はい、で一部ポイントで、はい、食材も買ってきましたので、これを使って料理したいと思います、うん、アプリの着せ替えパンダも、はい、まあ、簡単にできますので、可愛くなるので、はい、ぜひともアプリ取った方はしてみてください、はい、で今回紹介したこのアプリが気になる方は、うん、概要欄の方にリンク貼ってますので、はい、ぜひともチェックしてみてください。それでは料理を作りましょう。はい、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。
動画視聴ありがとうございました。次のおすすめ動画はこちらになっております。今携帯スマホでもクリックすると見れますよ、はい、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。